んですね。アウェイ、ね、一回乗せてもらいましたけど、すごいグリップでした。え、吉田さんです。今、高所のご相談をしてました。はい。雨だった。雨だった。3日が雨だったんで、泥沼で。すごいっすね。でも中濡れないんですよ。本当だ。ま、全くじゃないですかこれ、中は。ゴアだと入ってこないんで、全然濡れないんですよ。全くですねこれ。汚れてない。ねえ。うちのオフィスがめっちゃ綺麗になってる。あれ、はい、登場してもいいんですよね。僕、登場あんまし登場は、あ、そうですか。めっちゃ綺麗、すげえ。今日も、最近はずっとうちの長女が一緒です。一旦はですね、30回まで上り下り10キロと1キロです。僕はもう全然高所じゃないんで、もう全然大丈夫ですね、やっぱり。本当は筋肉をつけるない予定なんですけども、こちらデローザさん久しぶりに出しました。やっぱりですね、買い手がいないので、つまりこれはもう一生しっかり取っとけということかと思い、もうちょっと、まあ自分もこのデローザはもうすごく大のお気に入りなんでね、これはもうずっとやはり取っとくことにします。久しぶりのローラー台です。